置き配で1回あたり最大5円分のポイント還元です。政府は10月から受け取る側が不在の際、荷物を玄関に置く置き配など再配達の削減につながる仕組みの利用者にポイントを還元する事業を始めます。参加するのはアマゾン、ヤマト運輸といった大手6社などの予定です。コンビニでの受け取りやゆとりのある配送日時の指定などでもポイントが還元されるということです。